はい、ということでですね、さっき挙げた動画どこなんだっていう話なんですけど、ここでですよね。これでチアドラについて語ってたんですが、今箱根のホテルにいます。ちょっと高いホテルなんですよね。もう見るからに高級そうな。で、なんかダイニングっぽいのがあって、で、こっちが洗面台。で、アメニティがこんな感じです。男用ですね。ローションとクレンジングって書いてありますね。で、フェイスクリーム、歯ブラシ、ヒゲ剃り、櫛、ボディタオル、まあ、普通なアメニティですね。こっちは自分が持ち込んだものです。で、コーヒーメーカーがあるんですね。で、ここにコーヒーとかお茶とか、さっきのコーヒーメーカーで作れるものがたくさんあります。飲み放題らしいですよ。で、こんなおしゃれ洗面台ありますね。で、これがナノイーのドライヤー、パナソニックの一番いいやつです。ただこれ水がこんだけしか出ないんですね、全開で。でもお湯がこんだけ出ますんで、めちゃくちゃ熱いです。で、こっちはトイレ。うちのトイレより広いですね。で、反対側ですね。下駄箱がタイルになってます。ダイキンの空気清浄機で、こっちが寝室というかベッドがあるところですね。こんな感じ。で、ここにおしゃれスピーカーがあります。ちょっとつけてみましょうか。こっちか。いい感じの音が流れてますね。で、ここの極めつけはですね、そこにあるんですけど、露天風呂が部屋にあるんですよ。温泉かけ流しです、ね、やりたい放題、入りたい放題ですよね。で、ここはシャワーブース。オーガニックもののシャンプー、リンス、ボディーソープがついてますね。で、暗いですけど、ここはウッドデッキ。今ナイトショットっていう機能を使ったんですが、こんな感じになってますね。
温泉独り占めすごい贅沢ですよね。一応開け閉めができます。いや贅沢です。はい、でここはちょっとした机、LED ライトがありますね。でこれすごいですよね、部屋に無線ルーターがありますよ。電波の心配ないですよね。ビジネスホテルとかだと廊下にあったりして各部屋で、ね、共有するんですけど、これ独り占めなんで速度も確保できるんじゃないでしょうか。これヒーターになってるんですよね。でこうバスタオルとかかけておくと乾きが早いと、ね、こんなん初めて見ましたよ、タオル乾かす機械。すごいですね。いや贅沢です。じゃあこの後風呂入って寝ます。ご視聴ありがとうございました。